シーケンスソフトに用いられるピアノロール表示の典型的な例。デスクトップミュージックはパソコンを利用して楽曲制作を行う音楽制作手法の総称である。一般的にパソコン上のミュージックシーケンサーで楽曲を制作し音源モジュールやソフトウェアシンセサイザーで発音、演奏する。DTM は DTP をもじって作られた和製英語である。 英語圏において同一の事柄はベッドルームプロダクション、プログラミングなどと呼称される。上位概念としてコンピュータを利用した音楽全般を指すコンピュータ音楽があり、これには自動作曲や音響合成、音響信号処理の利用が広く含まれる。この言葉が使われ始めたのはローランドからミュージックンが発売された1988年頃である。 当時競技の DTM はパソコンの使用を前提とし、かつ日常的な環境においてある、程度限定された規模での音楽制作を指す場合が多い。ローランドの SC シリーズなどをはじめとする音源モジュールをパソコンと接続し、その音源モジュール1台にボーカル以外のすべての演奏を任せるというシステムが DTM の一般的な形であった。DTM は パソコンの使用が前提であるため、パソコンを使わず、シーケンサー専用機やシーケンサー内蔵シンセサイザーを単体で使用する場合はいわゆる打ち込みには含まれるが、DTM とは通常呼ばれない。ユーザーが楽曲制作上で中心的に操作するのは演奏データを入力し、自動演奏を行うパソコンのシーケンスソフトである。パソコンのシーケンサーソフト上に表示される譜面に、 マウスで音符や休符を置くといった作業、または音源モジュールと接続されたミディキーボードを演奏して、シーケンサーソフトにリアルタイム入力をするといった作業によって自動演奏データ、カラオケデータを作成していくのである。DTM でミュージックシーケンサーを用いるのに対し、オーディオの録音や編集、ミキシングが可能な制作システムはデジタルオーディオワークステーションと呼ばれ、 後者は専用ハードウェアが必要であったこともあり、従来区別されてきた。時代が下るにつれ、パソコンベースの DAW の普及や、ミュージックシーケンサーの DAW 統合が進み、DAW を用いた DTM も一般的となっている。通常の楽器演奏と比較した上での DTM の長所、短所として以下の点が挙げられる。90年代初頭から各楽器メーカーから、 音楽ソフトと音源モジュール、または音源内蔵キーボード、そしてパソコンとそれらを接続するケーブル類をパッケージにした製品が発売されていたが、ソフトウェア音源の普及などの理由で2000年代では、ほとんどのパッケージが生産完了となっている。プロトゥールズ、ビジョン、カペース、ロジック、パフォーマーなど、プロ思考から発生したソフトの歴史、 コルグ M1 や SY99 からトリトンなどのワークステーション申請に関する記事はそれぞれの項目や DAW を参照されたい。DTM の歴史は MITI のそれとは切り離して考えることはできない。MITI の登場以前はシンセサイザーなどの音楽機材の使用、規格が製品によって違っており、複数の機材を接続する複雑さや機器の開発の混乱さが問題となっており、 また、信号の電圧を反転させたり、周波数を分周するなど工業機器の扱いに関する知識も必要とされていた。そこで、1983年に日米の音楽機器、ソフトメーカーによって演奏のための信号に関する標準規格であるミディスタンダード1.0が発表され、時を同じくしてシーケンシャルサーキット社のプロフェットマイナス600。 ローランド社の JX-3P、ヤマハ社のデラックス7などのミディ対応シンセサイザーが発売された。当初は開発者の解釈の違いにより誤動作が起きることがたびたびあったが、徐々にガイドラインも統一されて普及が急速に進むことになる。また1984年にはパソコンでミディ信号を送受信する初めてのインターフェースとして、 MPU-401 がローランドから n e s p ク八千 k 8001シリーズ及び PC 8801シリーズ用の拡張インターフェースボードとシーケンスソフト付けで発売された。このシーケンスソフトは、いわゆる数値入力方式で、その後登場する日本のシーケンスソフト及びユーザーに影響を及ぼした。その翌年には、カモンミュージック社が NECPC98 シリーズ対応のミリ、シーケンスソフトである RCPPC98 を発表。パソコンを中心として音楽を制作する環境が徐々に整えられていくこととなった。RCPPC98 は前述の MPU-401 付属のシーケンスソフトとユーザーインターフェースやコマンドなどが極めてよく似ていた。初めて、 DTM という単語が使われた製品は1988年に発売されたローランドのミュージックである。これは音源モジュール MT-32 と MIDI インターフェース MPU-PC98 加えてシーケンスソフトを同梱したパッケージ品で箱にデスクトップミュージックシステムと記されていた。価格やセットアップの困難さなどのハードルの高さを 取り払うことを重視し、パソコンにそこそこ詳しいユーザーであれば、誰でも趣味として始められるというコンセプトで発売された。後に、DTM において、ローランドのライバルとなったヤマハは、当初は自社の MSX パソコンに、独自の規格の音源、MIDI インターフェースを接続するパッケージ路線を展開していたため、ホスト PC を選ばない汎用パッケージとしての DTM 製品では、 ローランドの後を追う形となった。この2社と並んで国内のシンセサイザーメーカーとして重要な存在であるコルグは DTM 初期の流れにおいては特別な役割は果たしていない。ミディによって電子楽器間の通信プロトコルは統一されたが、ミディの普及や蒸気のような DTM の流れに伴い、ミディ音源の製品ごとの互換性や演奏データの再現度を高める。 必要性が注目されていくようになる。つまり、ミディ規格の上位層に新たなプロトコルを構築する必要性を意味する。まず1991年にローランドは独自に制定した音源の規格 GS に対応した音源モジュール SC-55 を発売した DTM 音源の代名詞とも言える SC シリーズの初代モデルである。続いて、 スタンダードミディファイルが制定された。これは、シーケンスソフトビジョンの開発元であるアップコード社により、提唱された。その後、音色の配列の統一やニュアンスの一致を目的とした、ミディの標準規格である GM が制定される。GM の音色配列は前日のローランド SC-55 の、キャピタルバンクの音色配列をベースに設定されている。 これに伴って、n i f t y ーブなどのパソコン通信サービス内で JASRAC の認可のもと、商用の曲の音楽データを無料で交換するプロジェクトが始まった。以降、聞き手が GM 対応の音源を用意し、配布されているファイルを再生して音楽を楽しむという流れが形成された。これが日本で DTM が確立した大きな要因の一つともいえ、 インターネットの普及前であることを考えると、その役割は大きかった。事実現在プロとして活躍するクリエイターにも、このようなパソコン通信での活動を経てきたと公言する者も,もいる。ローランドの SC-55、続く SC-55 向き E は、この時期において、かなりの認知度を誇った。対するヤマハは、GM 対応の1号機として91年に、 TG100 及び TG100 のディスプレイや操作紙を省略した CBX-T3 を発売し、DTM 市場に参入する。しかし、後発の弱みと既存の GM 対応機器との著しい音色のニュアンスの違いが原因で SC シリーズほどの普及には至らなかった。また、ヤマハは続いて1993年に TG300 という GS5 巻モード付きの 音源モジュールを出すが、割高な価格設定や、すでに GS が事実上の標準規格になっていたため、やはり、ローランドの画像を崩すまでには至らなかった。1994年末には GM に加えて、独自規格である XG に対応した音源モジュール MU80 を発売。結局、GM によって規格が統一されたにもかかわらず、GS 対、 XG の上位規格の対立構図が形成されることになる。とはいえヤマハは MU シリーズの発表によって SC シリーズのライバル機種として世間に認知されることに成功し、専門誌などでも比較特集が組まれたりするようになった。コルグモレーゴ R、W や X5DR といった GM 対応のハーフラック音源モジュールをリリースするが DTM 音源というより、 ユーザーが音色を自在にエディットして本体に記憶できるシンセサイザーモジュールとしての色合いが濃く、この対立構図には加われなかった。TG300 で用意された GS 互換モードは以後すべての XG 対応音源にも引き続き搭載された。メーカーによる音色の違いはあるものの、一応は XG 音源でも GS 音源用に作成された。 ミディデータの再生は可能である。しかし、その GS 音源も SC シリーズがモデルチェンジされるたびに新しく音色が追加されるため、そのすべてを XG 音源で再現しきることは不可能である。TG300B モードの互換性は SC-55 ムキーで作成されたミディデータをエディットしなくても不自然ではなく聞こえる程度に再生してくれるものと、 考えておいた方が良いだろう。よって TG300B モードで作成したミディデータを本家の GS 音源で再生すると、なり方が作成者の意図したものと異なる場合が出てくる。一方、ローランドも SC シリーズの一つである SC-88 Pro 以降のモデルに非公式ではあるが、ミディデータ内の XG 音のメッセージに対応して、 XG 音源をエミュレートする機能を搭載している。ここまでのパソコンを中心とした音楽制作には、プロ用途には、マッキントッシュやアミーが、あたり、DTM としては PC、PC-98 が、主に使用されていた。Windows 95の発売以降、パソコンが、より実用的かつ簡単になり、安価に入手できるようになったのは言うまでもない。 パソコンの普及はもちろんメーカーにとっては DTM 分野の顧客が増加することを意味する。ローランドの SC シリーズを同梱したパッケージ製品であるミュージロー、ヤマハの MU シリーズを同梱したパッケージ製品であるハロー、ミュージックによる販売競争が展開され MSDOS 時代からミディコーナーを設置していたソフマップ以外にも一般的なパソコン量販店でも DTM コーナーが 設けられるようになる。同梱されたシーケンスソフトは、ケイッカック、シンガーソングライター、スグワークスなどが有名である。パソコンの普及に伴ってインターネットも急速に広がり、オリジナル楽曲や既存曲のコピー、アレンジ楽曲のミディファイルをウェブサイトでコンテンツとして配布することが多くなる。GM 形式で配布されているデータもあったが、 より多彩な表現を可能とする上位規格である GS や XG の形式を採用する製作者も少なくなかった。この場合、結局聞く側も製作者と同じ規格のみで音源を持っている必要がある。ローランドの SC シリーズは SC-55 時代から DTM 音源のデファクトスタンダードを確立しており、 スムーズにこの時代に販売されていた SC-88、SC-88 プロに移行が進み大ヒットし、DTM 音源の代表的存在となった。SC-88、SC-88 プロは一台の音源で、多くのパートを演奏させるという形態にベストマッチ、下音色の調整など、全体的な完成度が高く、現在でも愛用者は多い。 この頃には簡単なメディオ音源であれば一般的なパソコンのサウンドカードに内蔵したりソフトウェアでその機能を実現することができるようになったため特にテレビゲームの楽曲を再現したデータを制作、公開したり探索、干渉するコミュニティが賑わった。後発の XG は音色エディット方法やエフェクトの細かな指定ができたもののこの時代でも GS にとって変わるまでのヒットは できなかった。しかし、MU80、MU100 といった、ローランドの SC-88、SC-88 プロの対抗馬としてリリースされた製品はそれら以上のスペックを持ち、現在でも愛用者が多い。ヤマハは、シーケンサー専用機のキーシリーズや小室哲也がプロデュースするワークステーションタイプのシンセサイザー EOS といった、 DTM が普及する以前からのヒット商品や電子ピアノ、エレクトーンなど DTM 以外の電子楽器を XG に対応させるモデルチェンジを行っていき、外りを埋めていったことが XG が一定の普及を見せた要因と考えられる。また、コルグ社は96年に NS5R という GS、XG 両方の音色配列を持つ音源モジュールを発表し、 その後、それに、ヤマハ純正の XG 音源ボードを搭載した、NX5R という機種を出したが、本格的に DTM 市場に参入するのが遅かったことによる、シェア獲得の失敗、そして、トリニティ、トリトンといったプロ用シンセサイザーのヒットによって、早々と DTM 市場から撤退する。ミディファイルがインターネットで多く配布されるようになった、もう一つの要因として、 音声データそのものと比較して圧倒的にデータ容量が少ないことが挙げられる。しかしインターネットのブロードバンド化が進んで大容量データを高速に送受信できるようになりデータ容量の差に対する感覚は徐々に解決されていく。加えてパソコンの高性能化によって手軽にオーディオデータが扱えるようになり制作したデータの容量を圧縮する MP3。 などの圧縮フォーマットが広まったことで、MIDI ファイルではなく音声そのものを録音して公開するという選択肢が現実的になってきたのである。ブロードバンドの普及に伴って、MIDI ファイルを配布するサイトが減少し、そのようなコンテンツを扱うコミュニティも人気がなくなっていく状態となった。音声ファイルを公開する場合、制作側と聞く側の MIDI 環境を統一しなくても良いため、 標準規格を持つ、いわゆる DTM 向けの音源を必ずしも導入する必要はない。このため、制作した楽曲を公開したいと考える制作者も、前述のような SC シリーズや MU シリーズ以外を選ぶことができるようになった。このような流れを反映してか、メーカーの戦略にも変化が生じる。例えば SD-90 などの近年のローランドの DTM 音源は、 ミディだけでなく、オーディオデータを扱えるという点を売りにするようになった。しかし、SD-90 は、かつてのデファクトスタンダードであった SC、SC-88 プロや SC-88、VL に比べて普及しなかった。SD シリーズ最高峰のモデル SD-90,SD-80 は、最大同時発音数128音という SC-88。 プロの2倍の発音数を持ち、内蔵する波形データこそ違うものの、プロ用シンセサイザーと同等の音源エンジンを搭載していると言われているが、ここまでのスペックはユーザーには逆に過剰と思われたのか、それとも SD-90、8 2は SC-88、SC-88 プロと直接互換性のある、音色モードが用意されていなかったせいか買い替えが進まず、 SC-88 Pro や SC-88 VL は現在でもなおミディデータ作成における標準的位置を占めている。また、SD-90 と同時期の Yamaha の DTM フラッグシップモデルである MU2000 はユーザーが独自に音色を追加できるサンプリング機能をはじめとしてアン音源やバ音源といった DSP で発音する。 拡張音源ボードをオプションで取り付けることができる。しかしそれらの機能をすべて発揮させようとすると DTM 音源で重要とされる一種間の演奏データの互換性が損なわれることになる。これは DTM 音源の最高位モデルとプロ用のシンセサイザーモジュールとの垣根が曖昧になりつつあることの恒例であると言える。ヤマハ社の音源モジュールは かつて非常にラインナップが多かったが、DTM におけるフラッグシップモデルであったはずの MU2000 は単体製品としての製造は完了し、プロ向けシンセサイザーモジュールモチーフラッグ ES とディスプレイなしの XG 音源 MU500 という製品構成となっており、パワーユーザーにはシンセサイザーモジュールを、初心者には安価な DTM 音源をという選択肢になっている。同様に、 ローランド社も DTM におけるフラッグシップモデルである SD-90、80の生産は完了し、ディスプレイなしの SD-20 のみのラインナップとなり、プロ向けにシンセサイザーモジュールファントム XR を発売している。1998年には GS、XG のお互いの企画の GM からの 拡張部分を統一したフォーマットとして GM2 が制定されたが、ブロードバンドの普及によって MP3 などの圧縮音声ファイルフォーマットによる配信が一般化したこともあり、普及には至っていない。また、ヤマハの XG 音源の一つ MU2000EX では正式に GS をサポートし、さらにローランドの GS 音源の一つ SD-90 も、 正式にスグライトをサポートするなど、二つのライバル会社間の異なる企画がさらに歩み寄りを見せた。2010年にヤマハ残る最後の DTM 音源モジュール MU500 の生産を完了し、ローランドは SD-50 を発表した。2015年には SD-50 は生産を完了し、ローランドはソフトウェア音源である。 サウンドキャンバス 4iOS を発表した。一般的なパソコンでもハードディスクレコーディングが可能な性能に追いつき、初心者向けシーケンスソフトでも、MIDI だけでなくオーディオを扱うことができるものが多くなってきている。しかも、ソフトウェア上で高性能なシンセサイザーやエフェクターなどをもシミュレート可能になったことで、パソコンとソフトのみでも品質の良い楽曲を制作できるようになる。 しかるべき機材を用意すれば、演奏を録音したり、それを任意に編集したりといった、一昔前では、高価な機材やソフトがなければ行えなかったような、作業もある程度可能になった。かつてはミディよびミディファイルが、DTM の中心であったが、DTM を意識する必要がなくなってきたことから、カペースやケイカックソナー、デジタルパフォーマー、ロジックなどの DAW を選択する制作者も、 増加し、プロ向けソフトを作ってきたメーカー側も初心者を取り込むための戦略を打ち出している傾向にある。また、前述のブロードバンドの普及や、MP3 などの音声データ圧縮技術の普及、及び DTM 音源の持つ役割の変化などといった理由により、DTM ユーザーには SC シリーズや MU シリーズ以外の選択肢ができるようになったため、プロ用として設計、 製造されたシンセサイザーのモデルチェンジの速さは以前と変わらないにもかかわらず、一方の DTM 音源は各社が競って出していた93年から97年頃に比べ、モデルチェンジは鈍化しており、4から5年前に発表されたモデルが現行機種であるケースが多く見受けられる。ヤマハの XG サウンドワールドが2001年をもって終了し、以前は DTM コーナーを置いていた。 家電量販店ではそのスペースが PC 用スピーカーのコーナーにリニューアルされるなど90年代中頃に比べればブームとしての DTM は一旦収束した。2000年代後半以降は純粋なソフトウェアとしての DAW が主流となり特に関わりがなければ PC のみで楽曲の制作から演奏まで一貫して行えるようになった。2010年代前半に入ると スマートフォンやタブレットを楽器として使う事例まで参見されるようになった。これらは過去のスタジオ機材を凌駕する性能も持ち合わせている。また、通信カラオケや携帯電話の着メロ音源として DTM 音源の規格が利用されているといった形で日常生活に溶け込み、これらの環境は社会のインフラとして定着したとも言える。ありがとうございます。